お粥を食べなかったらどうなるの？助かるの？お粥を後で食べます。胃が荒れちゃうかもしれないし、もうちょっと時間が経てばいい具合にお腹が空くかも。まだセイナちゃんは生きてる。なんとかしてゼン君を追い返すんだ。後で食べるね、と簡潔に理由を述べて謝る。ゼン君はちょっとだけがっかりしたように見えた。ちょっとだけかな。ちぇ、仕方ないか。辛くない？そうか、ゼン君は本当に治そうと思ってくれたんだよね。だから心配してくれてるのは本当のことなんだ。熱はあるけど言うほど辛くはない。ちょっと体が気だるいくらいかな。というのもゼン君が来るまで寝ていたからだと思うけど。えい！何えいって。一瞬の浮遊感の後、背中にふわりとした衝撃が走る。そして目の前にはゼン君の顔。ゼン君に押し倒されている。あら、本物の乙女芸だったらここはもうキャッキャウフフ展開だけど。お、さっきよりも上に乗ってる感があるね。顔真っ赤だよ。やっぱ辛いんじゃない？これは赤面しちゃってるから赤いんじゃない？多分熱のせいだけじゃないと思うんだけど。ゼン君は年下で近所に住んでいる友達だけど、男の子の顔がこんなに近くにあったらそりゃドキドキしちゃうわけで。あ、この笑顔はかわいい。にふふふ、辛かろうな、きつかろうな。でも大丈夫だよ。この顔にはなっちゃうんだね。俺が治してあげるから。背筋にぞわりと悪寒が走った。ゼン君はいつも通り笑っている。それなのに何か不気味な感じがして。この違和感は何？セイナちゃん、俺のこと治してくれたもんね。だから今度は俺がセイナちゃんを治してあげるのです。そう言うとゼン君はどこから出したのか両手に刃物を持っていた。やっぱり刃物出てくるじゃん。見慣れない形状の物騒な刃物。あんなもの何に使うの？まさかあれを私に？麻酔が効いてないから逃げれるのかな？ああ、ちょっとあんまし動かないでよ。うまく直せないじゃん。あの刃物を私に向けている。ゼン君が何を考えているかわからないけど、間違いなくわかることは一つ。これからあの刃物で私の体を。逃げろ逃げろ。これから起こることに恐怖した私が起こした行動は抵抗だった。よし、逃げろ。ゼン君を振り払って距離を取ろうとする。うわあ、嫌な顔してる。動かないでって言ったよね。強い力で腕を押さえつけられてしまう。普段のゼン君からは想像できないくらい強い力。ギシギシと腕が悲鳴を上げる。そういえばあの時コンビニでも似たようなことが。そうだよ、もっと注意しとかなきゃ。このままじゃ。大丈夫だよ、痛いのは一瞬だけだって。セイナちゃんがおとなしくしてればすぐ終わるからさ。だからね、俺にセイナちゃんのこと治させてよ。やだ、風邪の看病をするだけならばあんな物騒なもの必要ないはずだ。間違いなく彼は私にとんでもないことをしようとしている。このまま黙っていたら殺される。あ、殺されるって気づいた。怖がらないでよ。俺のこと受け入れてよ。お願いだからさ。片手で私を押さえつけて、もう片方の手で刃物を握る。その刃物、私の体に突き立て。いや、やめて！抵抗できた？カジマのバカ力だろうか。私は持っている力のすべてを振り絞って、ゼン君の腕を振り払った。そして、はい。近くに落ちてあったスマホを握って、善くんに力いっぱい振り下ろした。え？鈍い音が響き、確かな手応えが伝わってくる。せいなちゃんが？逃げるんじゃないんだ。スマホの画面にはひびが入り、スマホが直撃したであろう善くんの頭からは血がポタポタと流れている。刃物が刺さったんじゃなくて、せいなちゃんが。何これ。頭がぼーっとしてきた。せいなちゃんがやったの？私、なんてことを。わかっている。これは正当防衛だ。私は自分の身を守ったんだ。なのに、どうしてこんな。善くんが力なく倒れて、うつろな瞳でこちらを見ている。血で汚れた顔で、瞳で、ただこちらを見ていた。俺、もしかして、せいなちゃんに壊されちゃったの？そっか。そっか。嬉しい。そう言って善くんは瞳を伏せた。このまま放っておいたら死んでしまうかもしれない。ここで助けたらまた襲われてしまうかもしれない。でも私はひびが入ったスマホで電話番号を入力する。お願い、動いて。勝手なことを言っているのは分かっている。だけど誰かこの子を助けてあげて。終わった。善くんなんて子だったの。わわわわ恐ろしい顔してますね。でもすごい思考が曲がった子ではあったけど、本当に壊したものを直したい、その心は本物だったと思うんだよね。本当にせいなちゃんのことは好きで、自分にとって唯一のものを直す、修理するっていう技術、それを使ってせいなちゃんを直してあげようとしただけだったんだよね。だから本当は心優しい子だったと思うんだよな、最初は。なんでこんな曲がった方向に行っちゃったんだろう。かわいい。小さい頃から物を直すことが好きだった。芯が出なくなったシャープペンシル、針が動かなくなった時計、ネジが緩んできた家具や機械、壊れたものを直すと喜んでくれる人がいた。俺はその喜んだ顔が好きだから、もっともっと見たいと思った。父さんと母さんもたくさん褒めてくれた。家のものが壊れても俺に任せれば大丈夫だって。だけど壊れるものは物だけじゃないんだって、俺はあの日初めて知ったんだ。あなた、いい加減にしてよ。あの子の話聞いてないわけじゃないんでしょ。あなたからあの子に何か言ってちょうだい。そっちこそいい加減にしてくれ。疲れているんだ。私は疲れていないとでも言うの？あの子、学校でも機械ばかりいじって友達もいないから浮いてるって、先生からそんな話ばっかり。もううんざりなのよ。それはお前の育て方が悪かったんだろう。よくもまああんな不気味な子供を作り上げたものだ。ひどい。私のせいだって言うの？善くんの両親が壊れたから直そうって思ったのかな。いつからだろう。父さんと母さんはずっと喧嘩ばっかりだ。2人とも仕事が忙しいから疲れてるんだろうな。だからイライラやモヤモヤがいっぱいあるんだ。こんなの俺の知ってる父さんと母さんじゃないよ。2人とももっと優しかったはずだよね。ああ、そうか。2人とも壊れちゃったんだ。それなら俺が直してあげなくちゃ。俺だけが父さんと母さんを直してあげられるんだ。だから一人ぼっちだったんだ。メスを取った。腹を裂いた。良くないものを取り除いた。代わりにいいものを詰めて傷口を塞いで、これで元通りにはならなかった。父さんと母さんを完璧に直したはずなのに、もう2人とも動かない。俺どっかで間違えたのかな。俺にもまだまだ直せないものがあるなんて、世の中わからないものですね。ああ、善くんに愛情をかけてあげられる人がいたら変わってたんじゃないかな。サイレンの音が聞こえる。俺、セイナちゃんに壊されちゃったんだっけ。セイナちゃんのこと直してあげられなかったな。悔しいな。そういえば、俺のことは誰が直してくれるんだろう。セイラちゃん、俺のこと直してくれるかな。直してくれるといいな。それならこれ以上嬉しいことはない。やっぱり好きな人に壊されて直されるのって最高だよね。だから俺もセイラちゃんのこと直してあげたかったけど、まだ早かったかな。やばいな。眠い。俺、ちゃんと治るかな。ちょっとだけ寝かせてね。起きたら最初にセイナちゃんの顔を見せてよ。セイナちゃんなら俺のこと直してくれるって信じてるからさ。ハッピーエンド、修復、治るんだ。セイナちゃんは警察を呼んだのかなって一瞬思ったけど、救急車を呼んでくれたんだよ。物語の鍵。これ5人分集めたらいいのかな。ちょっと書いとこう。オッケー。アブノーマルハート1人目攻略です。いや、さすがこちらのサークルさんの作品だなって感じですね。愛されるがゆえにお腹を引き裂かれるとは思わなかった。善くん、一番可愛い善くんで終わろうかな。ご視聴くださりありがとうございました。残り4人、見に行くのが怖いですけど、それよりも楽しみな心が勝ってる。それでは次回、次のキャラの攻略でお会いいたしましょう。See you next time! バイバイ。